紹介するのが低身長から高身長まで伸び伸びストレッチフレアパンツ、はい、番が M3476、はい、M3476 です、はい、お色が今ももちゃん持ってくれておりますエクリュー、エクリューです、はい、そしてももちゃんが履いてるのがベージュ、ベージュ、はい、そして私に履いておりますのがブラックの3色展開で、はい、なんと1、2、3、4、5、6サイズ展開になってます。そう、絶対自分に合うサイズがあるはず。はい、よし、じゃあお値段いきます。じゃじゃん、2180円。はい、でこれあのイレギュラーなんですけれども、今回ライブをさせてもらうにあたって、もう今日金曜日12時から。買えます、はい、なので今商品ページで、M3746 で検索していただいたらもうご購入いただける商品になっておりまして、はい、8月22日月曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格でーす。ではでは、はい、ももちゃんからじきじきにおすすめポイントお願いします、はい、こちらね、のびのびストレッチパンツという商品名の通り、生地は伸び伸び、これが一番最大のポイントかなと思います。はい、伸び伸びです。もう縦にも横にももちろん斜めにも伸びるので、履いててすごく着心地がいいのが第1ポイントです。はい、はい、第2ポイントは内側のゴムですね。ここウエストゴムになってるんで、総ゴムついてるんですけど、表に出てないような仕様になってまして、ウエストインしても綺麗にバックスタイル、フロントスタイル着ていただけて、ゴムの見た目じゃないのに楽に履けるというところがおすすめポイントでございます。その3、はい、はい、その3はこのシルエットですね。フレアシルエットなんです。足が長く細く見えるようにシルエットこだわって作っております。あとハイウエストデザインなので、足を長く見せる効果があるのと、このセンターシームっていうのかな、センタープレスじゃなくてシームになってるので、このラインが落ちることなく綺麗に見せてくれます。はい、で前回との改良ポイントなんですけれども、まず1番、前の生地なんですけど、結構厚手の生地を使ってまして、こっちが前の生地です。伸びる生地なんですけど、結構しっかりしてる。そうですね、うんうん、デニムに近いような感じの、ね、結構しっかり厚手のある生地で、ちょっと思ったより厚かったっていうお声が多かったので、今回はレタスでロングヒット商品の動けるタイトストレッチスカートっていう商品があるんですけど、その生地と同じ生地を使いました。はい、知ってると思います。こちらですね、とても生地に好評のある品番で、ロング商品ロングヒット商品なので、生地感、たくさんの人にご好評いただいているものをそのまま使ったので、生地は安心してもらえるかなと思います。そして第2の改良ポイントがですね、このゴムも、今回の方が柔らかくなって、やっぱそうなんですね、はい、痩せたんかなって、こういう風に中に開けると痩せたと思ってた、違った。それはそうや、痩せてるわけないのに。太さとかはあまり変わりないんですけど、柔らかくなってより伸び伸び、より着心地よく履けるようになってます。はい、で第3はサイズ展開ですね。最近プチサイズのお客さんすごく多くて、高身長のお声もいただいてるので、152がプチ M を着てます。はい、めっちゃ上手というわけですね。プチ SSプチ M、M、トール M、L の6サイズ展開になってます、はい、でね、お好きなサイズを選べるというところがおすすめポイントでございます、うんうん、長くなりましたが以上でございます。ありがとうございます。そう、プチレタスはたくさん最近出てるんですけど、
トールサイズも作ってくださいっていう DM とかたくさん多いんですよ。もらってたので164センチのももちゃんバイヤーだからこその品番かなと思いまして、ちょっとコメントめちゃくちゃもらってるので、はい、ちょっと下からではあるんですが読んでいきます。はい、はい、マタニティ専用なのかなっていただいてます。マタニティ専用ではございません、はい、普通の人の方が履けるかなという感じで、うん、柔らかいんで前期の方にもおすすめかなと思います。お腹は出てないけどこの辺締め付けられると苦しいな、パンツどうしようかなって悩んでる方にはおすすめかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。6サイズ展開すごいって山さんが、ありがとうございます。なかなかないと思う、プチブラでは。ももちゃん、10月に七五三考えてます。妊婦でもいける七五三に合うコーデしてほしいです。妊婦でもいける七五三に合うコーデ七五三か、私まだね、七五三まだなんですよ。そっか、そっか、そうだ、来年3歳で七五三ノーマークでしたね、うん、ちょっと綺麗でコーデもなんか、そうですね、あとでね、ちょっとしかもこのシアトップスなんかおすすめかなと思ってて、ワンピースにも合わせようかなと思ってるので、そっちの方がおすすめかなと思います。はい、ももちゃん今何サイズ履かれてますか？今私は M サイズのトールです。あ、 M トールですか？はい、いい感じですね。はい、伸び伸びならウエストサイズではなく丈でサイズ決めた方がいいですかってゆきさんから来てます。そうですね、丈で決めてもらった方がいいと思います、うん、はい、白は透けますかって、うん、かもだけどやや透けやと思いますね、うんうん、で生地も柔らかいのでヒップラインとかもねちょっと全く出ない感じではないと思うので、うん、できるだけ白はシームレス、そうですね、かつ同色系の色を描いていただく方が安心かなと思います、うん、はい、はい、みーちゃんはプチ M を着用しております。プチ M ですね。プチ M です。はい、はい、すごいな、コメントがめちゃくちゃ多い。何どうしよう、全然読めない。あとね、前の記事、洗濯ガシガシ、そう、ガシガシするっていうお声があったんですけど、こっちはね、大丈夫だと思います。ちょっとね、硬さが本当に違くて、そう、洗濯する前でも、ちょっと、なんていうの、ガサッとしてる感じがあるんですよ、前の記事は。今回の記事はどっちかというともっちりって感じ、確かに柔らかくてもっちりしてる感じなのでガシガシ感は改善されてるかなと思います。はい、はい、ももちゃん足長いって、ね、これは美脚効果ですよ皆さん、ね、長くも見える、元から長いけど、はい、でも確かにこのラインのおかげとかで足長く見えると思います。足長く見えます、うん、はい、みーちゃん買うならプチ S かプチ M どっちにしますかって調査にいただいてるんですが、私はプチ M にしますっていうのが、私ウエストはレタスのオリジナルサイズで M なんですけど、うんうんうん、ヒップが L なんですよ、うん、低身長の割にお尻がめっちゃ大きいので、うん、伸びること考えてもプチ M かな、うん、でブラックかベージュのちょっと締まった色、ね、そうです、締め色を選ぶかな。黒のプチ M をガチが予定です。はい、はい、みーちゃん S 履いてほしいって言ってたな。あ、一回履いてみましょうか。じゃあプチ S もちょっと履いてみます、ね、はい、あ、サイズプレート忘れてた。あ、ほんまや、すいません、ありがとうございます。つけますね。トール M ですよね、トール M です、はい、そう、マタニティ用のね、生地良かったよね。あの生地はあの生地でいいんですけど、この生地はこの生地でいい。そう、どっちもね。はい、ちょっとしっかりめがいいなって方は前の生地の方がお好きかもしれないんですけど、何人かの方にフィッティングお願いしてね、身長を決めたんですけど、履く方、このパンツめっちゃ気持ちいいですねって言ってくれるぐらい、すごい履きやすくて欲しいですっていうお声いただいてるので、生地感は本当におすすめでございます。158センチだとプチ M、M どっちがいいですか？158、8はプチじゃなくていいんじゃないかな。158、157の方に着比べ履いてもらってるのが商品ページに入ってると思うので、それを見てもらった方がいいかもしれないです。ちょっと忘れ、どっちがいいって言ってたか忘れちゃいました、すいません。夏でも履けます、
尻隠したいからももちゃんボコボコブラウス合わせてるコーデが見たいですっていただいてるんですけど、ないよね。ももちゃんのボコボコ、ボコボコって誰でしたっけ。あれあれ、ボコボコ生地のブラウス。あ、ないかも。ないよね。ないんです。すいません、申し訳ないです。冬もね、履けます。履けるんですけど、真冬はタイツかあれ入れてもらった方がいいと思いますね。みーちゃん、プチ M のブラウン、あ、後でね、カラバリ履いてもらいますね。もも周りのサイズ感はほとんど変わってないです。ほとんど変わってないですね、はい、うん、そうですね、生地柔らかくなったから下着のライン出やすいですかって聞いてるんですけど、前のよりかはこうしゃがんだりするタイミングでヒップは出やすいんじゃないかなと思います。なので、できるだけ響かないパンツを着用していただく方が安心かなとは思うんですけど、一応後ろにねポケットを入ってるんで、つるんとしたものよりかはマシかなと思います。ももちゃん履いてるのベージュの色です。 L ね、後でみーちゃん帰ってきたら L 履いてみようと思います。ちょっと今 PS がパッと見つからなくって S1 回履いてみます、はい、ちょっと PSR を確認します。はい、ください。165センチの人はトール M と L だとどっちがおすすめですか。165だったらトール M の方がおすすめかなと思います。トール L とね、トール M と L だったらね、トール M の方がまた下が長いと思う。ちょっと待ってくださいね。そう、トール M と L だったらトール M の方がまた下が長いので、ウエストサイズがいけるんだったら165だったらトール M の方がおすすめです。はい、靴脱いだバージョン5体ですかの靴脱ぎます。靴脱いだらこんな感じです。若干裾つくかなって感じですね、裸足だと。フラットかスニーカーとかだったらベストサイズかなって感じでございます。はい、マタニティとはサイズ感は異なります。みーちゃんもっとライブ出てだって。あ、すいません、ちょっとバタバタしてるようにしますね。ちょっと今から PS 持ってきてもらうんですけど、一旦普通のレギュラーです。S でも丈はいけるね。ギリギリですね。ギリギリ、ね、ちょっと長くなったね。ギリギリ、うんうんうん、なのでスッキリ着れるのは、うん、プチサイズの S か M かなと思うんですが、これ私はヒップが出るので腰より丸くプリンってしてる感じはあります。なるほど。こういう女性らしいラインが好きな方とかレギンスよく履かれる方とかだったら P、S サイズの方かなで問題ないんですけど、よいしょ、私はちょっとお尻の体型カバーが気になるので買うなら BM やなと思っております。はい、はい、ももちゃんもそうですね。はい、お願いします。ちょっと後で PS 開けますね。多分5分10分で届くはず。あ、前回のものですが158で M でぴったりでした。ありがとうございます。そうですよね、前回買ってくださってる方が多いので、よかったら私身長これぐらいで何センチでしたっていうコメントをいただけると嬉しいです。あ、みーちゃんのトップスの品番知りたいですといただいてるんですが、これもももちゃん品番です。 C6373 C6373 です。みーちゃん S だと太もも周りピチりますか。今若干ピチってるかも。最近太ったのもあるんですけど、このぴったりやね。ほんまにぴったりって感じですね。大天使っていうか、ここが私はポーンってなってるので、よいしょ。買う PM の黒とベージュで悩んでます。どっちがいいかなって。仕事着でもいけますか。あ、いけると思う。これにジャケットとかあったらいけるんですよ。ジャケットとかあるかな。ジャケットあ、ないけれど、あ、ありがとう。プチ S が届いたので後で履いてきます。
出たやつですから、ももちゃんが履いてたやつはイズントシーっていうブランド、会社一緒なんですけど違うブランドでして、のところで販売予定ですので少々お待ちください。よかったらインスタ見てみてください。そのブラックのパンツにももちゃん品番の半袖のポコポコトップスは合いますか？合います。絶対可愛いと思います。154cmだったらプチ S かプチ M どっちがいいかなといただいているんですが、プチ S とプチ M は、ですね、丈とかは一緒、あ、若干違うか、また下が 2cm 違うのかな、なので 154cm さんやったら、私がさっきプチ M 履いた感じいい感じだったのでプチ M でいいんじゃないかなと思います。か、私よりかなり華奢な方だったら、ね、ウエスト幅とかがやっぱりプチ M より小さくなってくるのでプチ S でもいい気はしますが、丈だけで言うとプチ M かなと思います。若干また下が 2cm 違うので、はい。あ、みんもちゃんこんにちは、これから見ます、初めての組み合わせっていただいてるんですが、2年半ぶりぐらいです。めっちゃ久々に2人でライブしてみました。あ、すいません、すいませんのところに生地は冬は寒い感じですか？どうだろう、真冬は寒いかもな、うん、中にタイツ履いていただいた方がいいかもしれないです、真冬は。でも秋はめっちゃちょうどいいと思います。みーちゃん買うなら PM サイズです。あ、ここです。あ、戻ってまいりました。 L サイズ履いてほしいというお声があったので今 L サイズ履いてます。丈はね、やっぱりさっきより短くなったので短いなっていう印象で、ウエストもずり落ちてくる感じはないんですけれども、かなりゆったりしてますね、ゆるい感じです。なんで買うならやっぱり M かポール M かなという感じですね。こっちの方がゆったりしてるので、ここのね、ももとかもゆったりしてるので、ゆったり履きたいなって方は L サイズでも綺麗に着れるかなと思います。コメントありますね。みーちゃんは S だとウエストもきつめですか？あ、ウエストはそんなにかも、うん、ニットとかインしたらねけど、多分履いてる感じは大丈夫か、はい。これは妊婦さんでもいけるっていう伸び伸びパンツですか？妊婦さんはね、マタニティ用じゃないのでちょっと厳しいかなとは思うんですけど、初期ぐらいなら全然、初期にぴったりかな、どっちかというと、うん、という感じです。はい、後ろのポケットはリアルポケットです。はい、サイドにはポケットないです。 L はね、ヒールないと引きずると思います。これウエストサイズにもよると思うんですけど、私ウエストからずり落ちてて、ここのがね、通る M だとここぐらいで履いてたんですけど、幅が大きいのでこうちょっと落ちてて履いてるんですよ。なんでその分下に下がって下に下がってます。なんで L でも私の場合でいくとつくぐらいだと思います。はい、腰張り目立つかな。腰張りはね、うん、ちょっと目立つかなという感じで、腰張りさんはさっきみたいにファーベストを上から着てもらってこの辺カットする感じとか、今の私みたいにお尻ががっつり隠れるトップスと合わせていただくのがいいかなと思います。お待たせしました。お待たせしました。かわいいもん、かわいい着てみました。で、はい、このエッジはよくやから余計わかると思うんですけど、やっぱりさっきよりお尻の形がプリンと出るかなっていう感じがするので、うんね、私はやっぱ買うならプチ M かなと思うんですが、でも体型カバーとか、なんだろう、羽織、もう羽織る前提なんやったら、で低身長さんの方
やったらプチ S で着るようなこんな感じでお尻をカバーできるようなアウターを羽織るといいかなと思います。お二人のお尻を教えてほしいです。まず一番は絶対ブラックだよね。着やすいもめっちゃするし、絶対ブラックは1本あったら 100% 使えます。使えます、はい、なんでブラックが一押しカラーですね。はい、はい、私もブラックです。店舗デニムだと何サイズを履きますか？レタスの店舗サイズでいいのかな。なんか M3341 っていう店舗コラボデニムがあって、でももちゃんあの育休中やったから履いたこともないことない。ですよね。でも多分 M M サイズ履いてると思います。みーちゃんプチ M 履いてました。プチ M 履いておりました。さっきまであのベストサイズはプチ M です。はい、はい、とみーちゃん M サイズは多分丈長いと思うんですけど、ちょっと次着てみますね。はい、ウエストは M だけど丈は L が好き、どうしようって。あ、普通のレギュラー M。 普通のレギュラー M がおすすめです。はい、マタニティを持ってるけど今回のもちもち素材っていうのが気になる。あのおすすめ。そうですよね、確か言いようがないぐらいおすすめ。もちろん結構生地が違うので、見た目はほとんど一緒なんですけど結構生地が違うので、はい、あの日本ぜひ試してみてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。毛玉できる素材ですか？はい、どうやろう、できづらいと思う。いや、毛玉もできづらいと思います、ね、はい、全然いけると思います。ウエストはゴムぐるんって回っちゃうやつかな。ぐるんって回らないです。中でってことやんね。多分そうやと思う。そうやんね。これね、これね。あの不思議なこんな感じの回らない塗ってるのです。ここと白見にくいな。こことここで縫い合わされてるのが1、2、3、4点縫い合わされてるので、あの中でゴムが回っちゃうことはないです。はい。みーちゃん、プチエム、テタンコ靴いけました。はい、プチエムめちゃくちゃいい感じでしたよ。裸足でもいけます。ももちゃんはね、L サイズを今、着用しております。L サイズで。ウエスト伸びってしてみてほしいです。めっちゃ伸びます、これはほんまに。伸び伸び。そうか。伸び伸びパンツの中でも、伸びって感じ。ほんまに伸びます。柔らかくて伸ばすのも苦労ないぐらい伸びって感じです。はい、やし素材自体も伸びてくれるので、はい、しっかりフィットしてくれるかなって思います。今日は2点紹介です。はるさん、155cm プチ M と M どっちが良さそうですか？なんか商品ページにありますね。出てた、出てたね。しかも55やった気がする。57のサイズ あのスタッフの着比べが画像9枚目の商品ページに載ってるんですが、で 152cm も載ってるから、その間って思ったらプチじゃなくていい気がする。でも長くて着てはけるかどうか心配やったら、うん、普通のサイズ、あれ短い方のサイズ、そうですね、プチの方の方が使いやすいかなと思います。うんうん、はい、また明日よかったら商品ページ見ていただいて、うん、お手持ちのぴったりのサイズのパンツのまた下測ってもらって、私これぐらいなんやなって思っていただいたら一番いいかなと思います。はい、はい、伸び伸びだからウエストいつもより小さくてもいけるのかなって聞いてるんだけど、いけるかなと思います。ただほっこりしちゃうかもしれないです。うん、確かに、あの体に結構そうデザインなので、うん、ここのほっこり感はぴったりサイズだとより目立つかなと思います。ここが大きくなればなるほどストンとぽっこり目立ちにくくなるかなと思います。はい、とプチ M ベージュブラウンをみーちゃん聞いてほしいです。 OK です。はい、ちょっとそれでお願いします。はい、エアポコできたらお願いします。はい、みーちゃんが着てるシャツは今後発売のものです。来週とかやったと思います。めっちゃ可愛いですよ ね、うん、最近発売のスウェットパンツよりも伸び伸びですか？スウェットパンツあれですかね、まだ発売じゃないやつか
かな、ライブだけしたあのそもちゃん1枚目のマイマイヒーマンの、あああれはね、ありよりのびのびだと思います、うん、はい、みーちゃんファーベスト着てほしいって、ファーベスト次のコーデで合わせてみてもらいますね。ももちゃんブラック着用みたいですといただいてるので、後でみーちゃん帰ってきたら黒に履き替えます。ほんで私 M でもいいかなと思ってるんで、あの次黒の M 履いてきます。ね、M2900 とホワイトの今回のエクリは違う色です。違う色でございます。今の時期から履いても暑くないです。モピちゃん何サイズかな、モピちゃん何センチあったっけすいません、わからないからみーちゃん帰ってきたら聞こうかな。ヒップ隠してきた方がいいですか、気になる方は隠してきた方がいいかなと思います。割とヒップ周りはゆとりがあるデザインじゃなくって、体に沿うデザインになってるので、あの気になる方はヒップ周り隠していただいた方がいいかなと思います。それかワンサイズアップしてもらって、ちょっとゆとりのあるサイズを選んでいただくのがいいかなと思います。骨格ウェーブの下半身しっかりめでも綺麗に着れますかといただいてるんですけど、着れます。ちなみに私骨格ウェーブでして綺麗に着れます。あのハイウエストなのでウェーブさん特におすすめでございますよ。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。これはね本当にカラーもベーシックカラーで、形もベーシックなんで、本当にお手持ちのお洋服どんなものでも合わせれると思うので、ぜひ1本お試しいただきたいです。もぴ、はい、ちゃん155センチか、うん、ですです、うん、ちょっともうねサイズが分かるからね、6もあるから、あ、可愛い、白もいい ねよいしょ。靴脱いだらこんな感じです。今ね L サイズ履いてます。164センチ、ついてないね、ほんまや、ついてない。 L でもいいか、こんな感じでございます。あ、夏コーデもしてほしいですし、来年に向けてっていただいてます、ありがとうございます。じゃあまた夏コーデしてみますね。マタニティの買ったけどウエストがずれてきて股下も落ちちゃって履きづらかったっていただいてるんですけど、マタニティのは特にここをカーブしてる、なんていうの、パターンにしてあるので、あれが一番ウエストは落ちてくると思います。お腹が入りやすいように、なので今回のはあのウエストカーブされてないストレートのパターンになってますので、その辺は改善されてると思います。はい、はい、じゃ黒に着て夏コーデにしてきます。お願いします。はい、プチ M をの、ベージュを着ております。やっぱりプチ M の方が私を細見えしてくれるかな、うん、ちょうどベストだね。そうなんですよ、うん、そうプチ M も履けることないんですけど、やっぱりなんか体のラインに沿ってるから、うん、この若干のゆとりわかりますか、のおかげで細見えしてくれるかなと思います。うん、ファーベストは全然骨格的に良さそうなので今度買います。ぜひぜひ涼しいやったことやると、はい、やばい、黒の M だな、黒の M、 あ、あ、うん、プチやな、うん、ないから言えよ、うん、あ、お腹ポコ忘れてたお腹ポコ忘れてた、ちょっと待って、ちょっとさっき、今から入れます。はい、今キャミを1枚ぐらいのものを入れておりますが、どうでしょう。あのね、ゴムがめっちゃ伸びても生地に伸縮性がないと伸びてはくれるけど、ここが苦しいって結構ありがちやと思うんですけど、これはゴム伸びるだけじゃなくって、この生地自体も多少伸びてくれるので、お腹ポコさんも伸びるだけじゃなくて苦しくなく比較的履いていただけるんじゃないかなと思います。
感じで次のはレイヤードにも使えるのでおすすめ。冬にするならこんなコーデも好きです。ハーベストはね、イズンドシーだと思います。イズンドシーです。ですよね。です。多分伸びてくれます、そのニット合わせかわいい。よかったです。かわいい。であの中のトップスとパンツは今日12時からもう発売してたアートシデイルのもちろん品番です。パン、冬にエクリコーデってどうですか。え、めっちゃかわいくないですか。冬にエクリでしょ。夏服全くない。夏服 T シャツそこに何でしょう。冬のエクレア。ボーダーにボーダーに。ブラウンに白のこのパンツに、それこそさっきのファーベストとか、ファーの白のアウターとかも可愛いと思います。で、白に普通のロンティーに、これでさ、こんな感じで中にボーダー入れてもらって、こんな感じで淡い系にしても可愛いし。え、てかもう、いつでも履けるからもうなんか真っ白やったら、これぐらいの白でパンツやったら結構夏っぽい印象になるかなと思うんですけど、ちょっとクリームがかった白なので、夏に履いてても秋に履いてても春に履いてても冬に履いてても可愛いと思います。ただちょっと何やろ、あのストッキングとかタイツは仕込んでいただく想定で、冬に着ていただくならっていう感じかなと思います。サイズ迷いすぎてるから PS と PM どっちも買います。おお、ありがとうございます。カラー違いでね、買ったら使いやすいから。お待たせしました。かわいい、ももちゃんっぽい、ね、普段着てそうな感じ。タオル M です。インしてほしいって言ってたのでインしてみました。お腹ね、こんな感じ。お尻もね、こんな感じです。うん、だから分かりにくいけど、ヒップね、出ます。かわいい、はい、でもくなんかヒップ出てても黒やから、黒はね、あんまり気にならないね。なので、もし不安な方は、はい、黒を選んでいただくといいかなと思います、はい、2人ともお水飲んでねって。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もうじゃあ夏コーデありがとうございます。すいません、します。あんまりサンプルがねなくてシンプルコーデになってしまいました。今から見るのですが、プチ S サイズも出たんですかって。プチ S サイズ出ます。今回から出ます。はい、じゃあ次トップスいきますか。はい、トップスいきましょう。はい、じゃあ2商品目のトップス。あ、私着ちゃったな。あ、なんかちょっとこれだけ着てきます。ありがとうございます。シンプルコーデ大好きってありがとうございます。足ね長いってありがとうございます。本当にこれね美脚見えしてて、私そんなに足長くないんですけど、そんなことはないけど、やっぱりねここからのハイウエストデザインでしっかりここから足始まってるように 見えるのと、フレアデザインでかなり美脚効果ありますので、おすすめですよ。インしてきていただくとより美脚効果が出るんじゃないかなと思います。はい、
万能そうなのでみーちゃんとお揃いを1枚買おうかなって。わあ、ありがとうございます。マジで万能なんでね、1枚お安いし、1枚ぜひ試してみてほしいです。はい、今から見ます。かやさんこんにちは。トール M だと太ももが入らない気がするんですが、そういう場合は L サイズの方がいいですか？あ、伸び伸びなのでサイズは入ると思うんですけど、ここの太もものラインがパツッとなっちゃうので、黒のトール M 買っていただくか、気になるんだったら L サイズの方がいいかなと思います。はい、細身低身長なのでプチ S サイズ嬉しいです。よかった、ありがとうございます。パンツお値段いくらですか？2100どっかに書いてたっけ、2180円だった気がする。覚えてなくて、どこに書いてるかな。あれ書いてなかったか。お待ちをすぐ出します。あ、書いてありました、2180円でございます。トップス白狙ってるので汗じめ検証お願いしますっていただいてるので、じゃあ紹介の時しますね。はい、紹介の時にしようと思います。犬の毛とかつきやすそうですか？黒は気になると思いますね。はい、若干気になると思います。シアートップスとパンツのおすすめから知りたいです。シアートップス紹介終わってから全部まとめておすすめ